た時間になりましたので、はいはい、まず川さんからの説明をいただきたいと思います。皆さんこんにちは。マスコミの皆さん、本当に忙しい中、第2回目 の、 政策会見にお集まりいただきありがとうございます。今日今お配りした資料の中に、宣言文というものと、それと、ボリューム2という政策があります。まず石川100万石プロジェクトの宣言文について少しだけご説明をしたいと思います。まあ、資料に書いてある通りになるんですけども、まず私の、この選挙に対する思い、そして石川県をこういう地域に、していきたいという思いを、宣言文としてまとめさせていただきました。読み上げさせていただきます。石川百万石プロジェクト宣言文。私たち石川県人は豊かで世界に誇れる地域づくりを目指し、以下を宣言するとともに未来の命に約束します。一つ、自然を慈しみ、すべての命と共に生きる共生社会を築きます。一つ、地域を愛し、先人の思いを胸に歴史と文化の継承を忘れません。一つ、広い視野を持ち、互いに助け合う心優しき人を育てます。一つ、持続可能な仕組みを作り、真の市民社会を目指しますという、こういう文章になっています。後ほど、この宣言文に対して質問がありましたらお伺いしたいと思います。続きまして、先日の続きになるんですけれども、基本政策の追加文ということで今日発表させていただきます。実はまだこれすべて埋まっておりませんで、特に介護福祉、またスポーツ振興であったり、また地域間の金沢と、そして小松、神河地区、神河地区と、そして能登と、地域別の政策や、また新幹線開業に向けた政策、これらはちょっと今、政策自身をまとめている、また地域別の項目については、これまでいろんな方の声を聞いてきましたが、今それをまとめて政策をまたまとめているところですので、第3回目という形をちょっとまた日程は決まっていませんが、またマスコミの皆様にまたご理解いただきながら政策発表を行っていきたいと思います。今回のボリューム2の項目、少し説明をしていきたいと思います。まず教育と食育という観点から学校給食の見直しを行っていきたいと思います。今石川県 の、 学校給食というのは全体の比率で見ると、3割ぐらいしか県内の食材が使われていない、そういう状況になっていますが、まずは石川県の食材を 100% 使った地産地消の給食を目指していきたいと思います。その中で 100% 米飯給食と、これ食育という観点からこれからの石川県を担っていく子どもたちに食という観点でしっかりと、石川県を担える人材になっていただくために 米を食べていただく。で、世界、ユネスコの、認定において今和食というものが、取り沙汰されています。それ以前から新潟の三条市などは 100% 米飯給食ということを行っていますが、このユネスコの世界登録を受けて京都でもお米を中心とした給食に変えていくということが発表されました。そして牛乳というものから一部味噌汁に、そしてお漬物ということが京都でも行われています。石川県としてもそういう形の中でぜひとも推進をしていきたいというふうに思っています。次に一次産業のブランド化、これ今現在も県として取り組んでいます。これをもっとさらに加速させて世界に打って出れる、そういう取り組みを行っていきたいと思います。次に子育て支援、これは今まで議会でも何度も取り上げてきて、
そして議場で、まあ、全会一致で可決したにもかかわらずなかなか実現ができない状況の、子どもの、医療費窓口無料化、これを実現させたいと思います。次に、自治体との関係、今、まあ、国があって、そして県があって、市や町があって、そして市民サービスが今あります。で、私自身政治家になって思うことですが、本当に市と県との関係というと、まあ、上下関係であって、でも変えていかなくちゃいけないなというふうに感じています。先ほど新幹線特別委員会でも、まあ、ある委員から市を指導するようにというふうな発言がありました。私は指導ではないと思います。で、ここで私の提案というのは、まあ、反対になっていくんですけども、県が市や町を支えていく、で市民サービスに一番近い市と自治体に対してやれることをしっかりと県がサポートをしていく、上から目線で発言していくのではなくて、しっかりと市民サービスが行き届くように県が仕事をしていく、こういうことを目指していきたいと思います。次に、県職員の意識改革です。で、これ前回も政策発表の中で少し触れさせていただきました。今国から の, 人事という形で、毎年トップ3に入る数の方が国から出向人事で石川県に来ています。で、総務部長に至ってはもう50年以上国からの出向人事で、企画部長、そして道具部長で、こういう形の中でやはり私自身は地元の職員をしっかりとその部長局長の、ポストに積極的に登用していき、そんな中で、県職員の意識を、そしてもっとやる気を出るような県政を作っていきたいと思います。で、全てゼロにするということは難しいと思いますが、今の出向人事極力減らして、そんな中で地元の職員に誇りを持って上を目指して仕事ができる、そういう環境を作っていきたいと思います。次に、動物愛護です。犬や猫の、殺処分、ゼロを目指したいと思います。で、成功事例を全国に発信していく、このことは、他県や他自治体でも取り組んでいる事例があります。で、特に先進的なのが熊本市、2002年に、殺処分ゼロを目指して行政が動き出しました。当時本当に1000頭以上の殺処分があった現状を、まあ、今では本当に十数頭、数頭という形に、その数頭というのも生かしておいては本当に苦しんでいく、そういう命を安楽死させていくというものが中心です。で、やはり命っていうのは人と同じであって、犬や猫も今子供の数より日本ではペットっていうものにおいてたくさん家族として迎えられている現状で、その中で命の格差っていうものはあってはならないと思います。今多くの市民団体、ボランティア団体の方が殺処分をゼロに目指して、いろんなドッグレスキューであったり、また猫の避妊を助けるために自らの自費で、去勢手術を行ったりと頑張っている方がいらっしゃいます。そういう県民の皆さんとともに、まずは石川県から、殺処分ゼロを目指して、取り組んでいきたい、その成功事例をまた全国に発信して、そんな中で日本という国はドイツのように動物を殺さない国、犬や猫を殺さない国、そういうものに持っていきたいと思います。次に、災害支援、日本初の災害支援圏を目指したいと思います。具体的には災害支援基金、これは県民個人だったり、また法人だったり、心のある方から募金をしていただき、まあ、今日本というのは本当にどこでどういう災害が起こるか分かりません。石川県においては能登の震災がありましたが、それ以降、まあ、浅野川水害もありましたが、大きな地震であったりそういうものがありません。こんな中で
私が感じるところ、本当に多くの石川県民が、他県のボランティアに、そして助けるために辞表を払って今活動されているのが現状です。これは石川県としてそういうものをやはりしっかりとサポートしていくという観点から、災害支援権、そして、災害支援権を、宣言して、日本で一番石川県は他県を助けてもらえる県だということを発信をして、それをまた全国に広げていくことで、他県もお互い助け合うという意味において、日本という国がまた一つ進んでいくのではないかなというふうに思っています。最後に、3つの約束です。これは以前から僕は口頭で皆さんに、発言をしていましたが、今回のペーパーとして公約として、そして私の約束として、発表させていただきます。まずは知事退職金の廃止です。で、現状やはり議会の中でも私自身発言もしてきました。今県財政が本当に厳しい状況の中で、知事がこれだけ多くの退職金をもらっていいのか、例えば今の谷本知事によると、今回の5期目終了時に合わせて受給される退職金というのは通算でやはり2億を超えていきます。他県の状況を見ると、やはり財政難ということから退職金を知事自ら排除していく、辞退をしていく、そういう状況があります。石川県においても私自身は今の財政の問題、そして県民の感情という部分においても、この退職金というのは廃止にしていきたいと思います。そして知事公舎、これも議会でも何度か質問をさせていただきました。広坂からここの倉月に県庁が移転して10年経ちます。当初はもともと近くに、県庁の近くに、知事公舎があったわけですが、離れて、本当に今それが機能しているのかなという部分、そしてもう一つはこれも財政難ということを考えると、約今20年間で、管理費という意味で5億円以上の税金が投入されています。他県においてもやはり知事公舎を廃止したり、また他に流用したり、いろんな形で廃止に向けた活動も行われています。石川県としても知事公舎は廃止すべきだと思います。最後に知事の多選自粛条例の制定です。具体的に言うと3期12年にしたいと思います。石川県の中では金沢市とそして白山市がすでに市長の多選自粛の条例が可決されています。その他の県においてもやはり多選というものにおいてかなり問題がある、そんな中で条例が制定されています。どれだけやってもいいのか、そういうことではないと思います。しっかりと条例を制定して、そんな中で健全な石川県を作るために頑張っていきたいな、そういうふうに思っています。簡単ではありますが、今回の基本政策の発表となります。あと質問がありましたらお願いします。災害支援についてもう少し具体的なイメージとか、総額どれくらいの基金を持って、どういうふうに、はい、何があったときにどういうふうに配るみたいな、そういう具体的なものがあれば、はい、ちょっと教えてください。そこちょっと今検討中ということなんですけども、1人100円という金額でも相当な金額になっていくと思います。そんな中で今でも随時ボランティアの方が自費で東北の方にお手伝いに行っている状況、それをしっかりと県がまとめてサポートできるような、心ある県民でたくさんいると思います。そういう基金を集めて作って、そういう方が自費でなかなかお金がないからいけないという方もたくさんいますが、そういう方々をサポートするために県としてできることをやっていきたいと思います。これは税金を使うのではなくて、県民の皆さんの思いを集めていくという行動です。
生のお金を他県にあげるわけじゃなくて、その石川県民がボランティアに行くときの補助をするのがメイン。そうですね、基本的にそれがメインになります。これをすることによって石川県はどういうメリットがあるんですか。まあ、この宣言という部分において、あの他県に対して、まあ、石川県民、まあ、そういう本当にそういう思いの方僕自身たくさんいるというふうに、感じています。日本の中で災害支援権は石川県と、もしも何か石川で災害があった時には多分たくさんの方にまた助けていただけるでしょうし、思いやりの心というものをこの石川県から発信していきたいと思います。はい、わかりました。はい、すいません。はい、私はあの今日の政策とは関連、はい、私はあの来年度の予算が発表されて、はい、母さんの理解で大事だったと思うんですけども、はいはい、その予算の内容についてどう思ったかっていうのと、はい、また来年度に限らず財政状況を今どういうふうにご覧になったのかということを改めて教えてください。はい、まあ、順通年型ということで、まあ、全てが出たわけではないという中で、あの、まあ、新幹線開業に向けての予算がかなり盛り込まれていたなというふうな考えが思いはあります。でまだ私自身も全て目を通しているわけではありませんし、今回2月の議会で質問させていただく予定でおりますので、その中でこの予算編成に関して中心的に質問させていただく予定です。来年度に限らず今の県の財政状況というのは、はい、どういうふうにご覧になるか。やっぱり県債が多いというのは非常に問題だと思います。特にここ20年間谷本県政に変わってからの県債の増え方というのはやっぱり尋常ではないと思いますし、これは私が県会議員になった1回目の質問でさせていただきました。やっぱり次の世代にそういう借金を残していくということに関して問題があろうと思いますし、私自身は前にこれ前回の政策発表の時に話をした財政再建という中で、基本的には予算編成の過程をしっかりと最初から公表していくということが無駄な予算がつかない第一歩になるんじゃないかなというふうに思います。知事はその点に関して、はい、その特に、まあこう一般的に公共工事イコール悪だみたいな考え方がおかしくて、うん、はい、というような言い方をして、まあ、その全ての県債がイコール悪いことじゃないというか、しょうがないことだみたいな感じでおっしゃった、はい、その点の変化は、はい、私も公共事業が悪だとは思っていません。で特に今本当に耐震化であるとかで、そこはやっぱりしっかりともっともっとやらなくちゃいけない部分もたくさんあると思いますし、橋梁の耐震化にしても石川県の中でやっぱり危ない橋っていうのは私自身もやっぱ見受けられるし、事業のやはり順序というか何をすべきかということをもう少し考える必要があると思います。3回目の会見、まだ日程はまだ一体、はい、今なるべく早めに、はい、政策をまとめた段階で、今回次で最後になると思いますので、はい、できれば2月の上旬ぐらいのイメージですか。そう、ちょっとまだ日程ははっきり言えないんですけども、今能登方面であるとか加賀方面であるとか、そういう方の声をまた中心に聞きながら地域別の政策というのを、はい、まとめていきたいと思います。次発表される政策で中心になるのは地域別政策と、あとその新幹線の介護福祉に関する、でここは自分自身もかなり思い入れがあるので、そこの部分はしっかりと作っていきたいということと、であとスポーツ振興で、やっぱり伝統文化っていうものはかなり石川県金沢っていう部分に関しても先進的な部分であると思うんですけども、やっぱスポーツっていう部分ではかなり遅れているんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、そういう声も非常に多いという中でしっかりとしたものを出していきたいと思います。その
回目の時に冊子はまだできるわけではない。3回目の時にこの程度の具体的な冊子はまた告知の前に細かく制作を、書かれたものを完成させたいと思います。もしじゃなければ一旦閉じさせていただいて、はい、また個別に少し伺います。はい、わかりました。はい、ありがとうございました。はい